こんにちは、うっさです。今回は制作 Vlog をお送りしようと思います。で、今週1週間分をちょっと撮影してみようかなって思うんですけれど、来月の2月の9日ぐらいだったかなから2週間またトイルハウスさんの方で、大阪のグランフロントの中にあるお店なんですけれど、そこでお取り扱いいただくことになったので、それに向けてちょっと商品の数を増やしていかないといけないなということで、1週間一気に作っていくので、その様子をお届けできればいいなと思っています。去年からずっと溜め込んでた石をずっと加工していないというか、指輪にしようと思ってそのままにしていたので、それを今回は仕上げていくのと、あと今注文分ですね、まだ発送できていない分があるので、それの仕上げを先日鋳造先から届いたのでしていこうと思います。では皆さん、ぜひ楽しんでご覧ください。今日は鋳造先からクロワッサンリング追加で注文した分が仕上がってきたので、それの湯口取りと磨きの作業をしていきたいと思います。そういえばなんですけど、今回新しく三脚を購入したので、皆さんに新しい視点で動画をお送りできると思います。ちょっとやっとって感じなんですけれど、よかったら感想をコメントに残してくださいね。表面磨いたので、次内側の方をちょっと磨いていきます。このちょっと丸みのあるヤスリでヤスります。
ていたリングのアーム部分です。先週のうちにあの石の枠の部分だけ作っていて、ちょっとまだ荒削りなんですけど、これをきれいに整えてアーム部分を作っていきます。はい、ちょっとまだリング作っただけなんですけど、初日はここまでにしたいと思います。明日もクロワッサンリングを仕上げて、で夜時間があったらあのワックスの続きをしていこうと思います。明日は多分こうやってリングがくっついて横アーム部分の柄を仕上げていく感じになると思います。ではおやすみなさい。また明日。
Thank you.